フェルディナンド・ロアン・フェルディナン・マクシミリアン・メリアデックド、ロアンは、ブルボン朝末期第一帝世紀のフランスの貴族、高位聖職者。ボルドー大司教を務め、後カンブレー大司教に転じた。ストラスブール司教を務めた、ルイルネ・エドアルド・ロアン・スー・キ教の弟。ゲメネコ・エルキュール・メリアデックと、同族のスービーズ公、エルキュール・メリアデックの娘ルイーズ・ド・ロアンの間の、最後の子。 兄類と共に聖職者の道を歩んだ。これからジュド・ソルボンヌ付属礼拝堂で修道会会長の職につき神学博士号を得た。ついで、ストラスブール司教座制度の司祭長となる。1769年12月26日、フランス王令でボルドー大司教に選任され、翌1770年1月29日の 強行数期会議で正式に同職に除海された。同じく1770年4月8日、ポワティエ司教マルシャルルイド・ボーポワ・ユド・サンイコール・トレイル、及びバブル司教ジャンドラ、クロワ・ド・カストリーの補佐のもと、当時はストラスブール共同司教だった兄、ルイの手で、これからジュド・ソルボンヌ付属礼拝堂の司教に除海された。ボルドー大司教の職務は代理長官に委任したが、 1771年5月5日に、ボルドでの儀礼的な入試式を行っている。1781年1月28日、フランス王令によりカンブレー大司教に選任され、1781年4月2日付の教皇直書により正式に上回された。1791年の聖職者民事基本法成立後、同法に宣誓しなかったためカンブレー。 広塚佐教職を追われた。1801年に同職からの退任を宣言した。兄ルイスーキ教ら多くのロアン家の生員が至急的で反ナポレオン派だったのに対し、フェルギナンは日和り主義でナポレオン皇帝に接近、皇后、ジョゼフィーヌの宮廷司祭に任じられた。1808年7月2日付の皇帝直居上により、フランス帝国伯爵にも助爵された。 1770年代後半より1784年頃まで、イギリスのジャコバイトを多い請求者、チャールズ・エドワード・スチュアートの被着室の娘、シャーロット・スチュアートを密かに目掛けにしていた。シャーロットは当時、父に認知されず、結婚も許されず、経済的に困窮していた。二人の間には三人の子が生まれたが、彼らの存在は1950年代になるまで気づかれることはなかった。 三人の子は、シャーロットの実母クレメンティーナウォーキン症に養育された。彼らはいずれも子孫を残さなかったと考えられている。ありがとうございます。